皆さんこんばんは、紅花豚尾です。突然ですが皆さんに質問です。皆さんが目の前にアイテムが2つあって1つだけ取れるとしたらどちらを取りますか？1、攻撃力が、3上がる、木の実、そして2つ目が装備しているだけで経験値が2倍手に入る、そういう装飾品、まあ、これ一般的な RPG だとしてね。でこれね、9割以上の人が経験値が2倍手に入る装飾品を手に入れると思うんですよ。なぜかっていうと、それを装備したらずっと経験値が2倍入るから、効率的に見たらそっちの方がいいでしょう。で、こういう言葉もあります。木を切り倒すのであれば、木を切り倒す斧の手入れに時間をかけなさい、みたいな感じのことわざが確かあったはず。豚が何を言いたいかっていうとですね、それってさ、スレイザースパイアでも同じことなんですよ。スレイザースパイアでバフとかデバフってあるじゃないですか。敵を弱体化させたり、こっちを強化させたり。豚は今までそれにあんまり着目してなかったんですけれども、一回さ、バフやデバフをかけたらさ、それがそのターン中続くっていうことは、普通に攻撃するよりもそっちの方が攻撃効率がいいんじゃねえかって豚は気づいたわけですね。それって現実にも、そう、人生にも言えることだと思うんです。例えばですね、部屋をきれいに片付ける能力を持ってる人がいたとしたら、その場で一回部屋を片付けてもらうよりも、永遠にずっと死ぬまできれいな部屋が保証されてるわけじゃないですか。そう、人生でもバフが大事。スレイザースパイアと一緒なんです。スレイザースパイアは人生なんです。だからこの動画を見て、君たちは豚のプレイを見て、豚の成功あるいは失敗を見て、人生をスレイザースパイアを学んでほしいって豚は思いますね。はい、やっていきますね。で、今回はバフデバス、バフデバフか、噛みまくってますが、バフデバフが重要ですよっていう、あれ？レベル 2？ これ、レベル2選べたっけ？レベル1までしか選ばなかったような気がするけど、まあいいや。でもとりあえず心臓を倒すのが重要だから、レベル2まで上げるのはちょっとイエスじゃなくないか？いや、いいか、上げていくか。敵強くても関係ないか、豚は強いんだから。というわけで今回このポンポツロボットディフィクト君でやっていきます。いつもよりもね、バフとかデバフに気をつけてやっていきたいと思いますよ。心臓を倒せればもう何でもいいんだから。最大 7HP を失ってカード2枚削除、これってイエスなんですけれども、最大 HP を失うっていうのが怖すぎる。ただランダムなポーションを3個獲得、無色なカードを1枚選び獲得、この2つもそんなに強くないんですよね。無色なカードを1枚選びってどんなイエスなカードがあるんだっつーの。 HP7 失うのって怖すぎるんですけど、カード2枚削除、最初から入ってるカードなんてどうせ雑魚ばっかりなんだから、こっちの方がいいか。どうせカードなんてガンガン手に入れていけばいいんだから。これか、最大 7HP を失ってカード2枚削除、これでいくか。で、これこの前コメント欄でもらったんですけれども、防御を削りすぎると後で困ってしまうから、ストライクの方を削って、で強力なストライクは後から得ていけばいいじゃないっていう意見だったので、ちょっとこれでいきましょうかね。はい、最初から最大 HP68 でかなりきつい状態ではありますが、カードなんて雑魚の連戦で手に入れていけばいいんだから、真ん中の道を選びます。ただね、ストライクが2枚しかない状態で敵を倒すのは結構難しい状態ではありますね。貴重なストライク、デッキの中にストライク2枚しかないので大事に使っていかなくちゃいけない。これでターンエンドです。雷も落ちるのでいけるか。でディフェクト君、実は動画を撮らずにですね、3回ぐらい練習でやってみたんですけれども、もし練習してる時に心臓倒しちゃったらどうしようみたいに思ってたんですけど、全然そんなことはなくですね、全く倒せなかったので、ほら脱力がついてるからかなり攻撃力が下がっている、こういうのよ、バフデバフ。デュアルキャストを使ったら、デュアルキャストを使ったら1匹倒せますね。あ、2人死んだ、強すぎるな雷。弱体さんを与える、そう、こういうのをさ、ちゃんと使っていこうよって。で、この何を選ぶかによってデッキの方向性が決まっていくわけです。スキム、カードを3枚引く、充電7ブロック得て次のターンエナジーを得る、自暴自棄、敵全体に10ダメージを与えてダーク1生成する。自暴自棄ね、ダークっていうのも結構可能性がある能力なんですが、充電で防御を固めるか、自暴自棄で、あ、でもアタック2枚引いたから、アタック2枚削除しちゃったから攻撃のカードがバランス的に足りてないので、ここは一旦自暴自棄かな。
で、いきなり自暴自棄が来たらイエスなんですが、来ましたね自暴自棄。これで敵全体10ダメージ与えることができます。 OK、 1匹死にましたね。強すぎるんです、ストライクに比べてさ、自暴自棄が。あとはよっと、ターンエンドで、このダークが1ターンごとに6増加していくから、 6増加していくんだっけ。どんどん攻撃力が増加していくんですね。また自暴自棄来た、ドーン。あ、でもダーク使うまでもなく倒しちゃったね。再起、戦闘のオーブを解放、その解放したオーブを生成する。この再起を取るか、結構使い勝手いいんですよ。要するに雷をタダで解放したらさ、8ポイントのダメージ与えることができるでしょう。ちょっと強い攻撃みたいな。ただね、寒波もいいんですよね。フロスト1生成してくれるから、アタック攻撃しながら防御を守ってくれるっていうところなんで、ここは寒波かな。で、このまま雑魚敵と連戦を重ねてもいいんですが、ハテナで一気に跳ねたいところはある。イベントマスに行ってイエスなカードを手に入れましょう。ゴールド175獲得するけど、呪いを取っちゃうんだね。これターン終了時に脱力1を取っちゃうのがすごくイエスじゃないんですけど、要するに柔らかくなっちゃうから、敵の攻撃を受けやすくなっちゃうからきついんですが、まあ、カード除去サービスで取ればいいんでね、疑念に関しては。1ターン目に防御が来てまるで意味ないんだよな。でも豚のデッキってさ、ほらもう攻撃が全然ないから、あの自暴自棄とストライクとストライクのこの3種類しか攻撃ないですから、なかなか回ってこないんですよね。ただ最初の方はめちゃくちゃカードの巡りがいいので、どうしようかな、自暴自棄使おうかな。自暴自棄と防御使って、これでこのターンは大丈夫ですね。で、あとはこの雷を解放していけば、残り HP26 ですか、シャバゾーなんで雷の前に倒れてくれるでしょう。ザップを使うと雷が生成されるか1つ押し出される、さらに寒波を使うとフロストが生成されるか1つ押し出される、最後にストライクでフィニッシュ。雷が勝手に落ちてジ・エンドってね。オッケーオッケー、いいじゃないいいじゃない。切断、これ好きなんだよな。切断24ダメージを与えて、この攻撃で敵を倒した時エナジー3を得る。とどめ専門の攻撃ですね。でも最初の方の敵なんてさ、シャバいやつばっかりだから結構24で死んでくれるんですよ。なのでこれは取っておいて有効に活用しましょうか。ランダムのカードを2枚アップグレード、 HP を14失ってもいいじゃない。 OKOK、 切断切断切断と自暴自棄。お気に入りのカードがアップグレードされたから未来は明るいね。32ダメージ与えるんだよ、いきなり。自暴自棄だと敵全体に14ダメージをいきなり先制で与えることができるのがかなり強い。1ターン目これ引いたらかなり強いね。で、左側に行ったらエリートを倒して宝石を得ることができるんですが、お金があるのでお店に行きたい区もあるんだよな。これ左側に行ってお店はあるんだよな、1個。右側に行ったら2回お店があって、左側だったら1回。まあでもお金が307しかないので、そんなにお金持ちではないから、お店は2回も行かなくていいかな。これで思い出しましょう。 OK、 宝石1個目ゲット。これが3つ揃わないと勝てないから、じゃあ戦うことができないからね、心臓と。で、こいつは防御を使うと、防御を使うとブチ切れるやつですね。相性最悪だな、攻撃のカードがほとんどないから。フロストとザップ使うかな。これ使うと、そうだね、寒波使えば防御は手に入るから、本当は切断を使いたいんだけど、ここはグッとこらえて寒波とザップの方がいいのかな。どうなんだろう、切断の方が強いよね。一気にさ、82だから約90でしょ、3分の1以上のダメージ与えることができるよね、切断だったら。こっちでしょ、合ってるよな、これで。でもう一回切断したらもう敵虫の息になるわけですよ。で、こっから激怒してるので、余計な行動したらどんどん怒っていくんですけど、だからストライクで殴るしかないのね。もう16のダメージもそのまま受けるしかない。ただし、弱体ポーションか。これ切断の時に使ってりゃよかったな。次切断が来たら勝てるんですよ。16ポイントダメージ食らって、自暴自棄来た、切断来た、切断が来たから、ただじゃ脱力がついてるのか。ちょっと待って、これ勝てるか。24でしょ、で 1.5 倍になるから36ポイントダメージ与えるか、ギリギリ倒せないね。ギリギリ倒せないが雷が落ちるから倒せる。
この恐怖ポーションを相手に投げて切断を与えると残り HP2 になるから、これターン終了すると雷が落ちる、よし倒せた、オッケーオッケーオッケー、これがバフデバスの力です。鍵が2つ手に入ったからあと1つだね。3ターン目の開始時18ブロックより地味に使える船長のダリン、あとどれで取るかですか。このコンデンサってさ、オーブスロットを2つ得る、かなり強いんだけど、でもオーブスロットって少ない方がいいんじゃないっていうのもあるんだよな。変に増やすことによって、あと混沌だとランダムなオーブを1つ生成する、これ雷とかフロストだったらそんなに強くないんですけど、ダークとかエナジーだったら強いんですよね。だからこれ混沌取ろうかな。今までコントンってあんまり使ってこなかったから、ランダムでどれ出るか分かんないけど、お、何これ、床に横たえている冒険者の屍がある、ズボンが盗まれている、本当だパンツだ。また彼は大きな爪で内臓を切り裂か、内臓を抜かれて切り刻まれたようだ、戦利品を発見、 25% 確率でモンスターが戻ってくる。でもこれ大体調べるでしょ。あ、なるほどなるほど、見つかるまでやるのね。レディック、よし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 、昆虫標本だ。エリートとの戦闘において敵の HP が 25% 低下する。でも探すでしょ。あーなるほど、襲ってくるのレリックなんだ、レリックじゃなかった、エリートなんだ。どうしようかな、こっちにデバフを与えようとしてますね。でまずここは慌てず騒がず混沌を使って、ダークが出てきましたから当たりですね、やや当たり。あ、脱力、なんで脱力ついたの。魂抽出でめっちゃこっちのデバフをかけてきましたね。カードから得られるブロックがマイナス1、攻撃がマイナス1、そして脱力もついてるからほとんどダメージ与えられない状態になってる。なんで脱力ついてんだ。じゃあこっからめちゃくちゃ防御で守りまくるか。18でしょ、自暴自棄を使ってダークを生成して、あとは防御で守ってターンエンドかな。ほらダークがもう攻撃力18になってるから、ダークさえ解放することができれば勝機はある。よし、ダリン来た、ダリン、ダリン来たから、18のブロックになってるのでこのターンは全然問題ないね。で寒波でフロスト1作成することもできるけど、このターンは切断で大ダメージ与えた方が良さそうだ。 OK、 ターンエンド、また脱力、なんで毎回脱力がかかるの、こいつの能力か。能力見よう、こいつの能力でもない、何で毎ターン脱力がかかるんだ。何か根拠があるはずなんだけど、まあいいや。ザップとコントンを使ったらこのダークが前に出るから、それで死ぬ、死にますねこいつ勝手に。あ、デュアルキャスト使った方がいいや。オッケー。ただ特に複製ポーションだけが成果は、このターン次のカードを2回プレイで、あとはブルズアイがね、これロックオン2を与える、ロックオンって結構イエスなんですけど、今回はビームセルかな、これで弱体位置を与えることができるので、弱体で柔らかくなった敵をタコ殴りにしたい欲求っていうのがありますからね、豚は。まあでも昆虫標本を手に入れたからかなり黒字ですね。マトリョーシカを手に入れるか、それともサファイアの鍵を手に入れるか。次に開封する2つ目の宝箱まで2つのレリックが入っている。これね、サファイアの鍵って後でも手に入るので、マトリョーシカ取った方が得ですね。マトリョーシカ取ったら次の宝箱開けたらサファイアの鍵ともう1つ宝箱が出てくるってことでしょ。絶対こっちの方が得じゃない、手に入るの遅くなるけど。でお店に行きたいので左側の道に行って、さあイエスなイベント来い。堆積物か、ちょっとこれやばいな。これでねスライムに手突っ込んじゃうと残り HP が9になっちゃうんですよね。それはちょっと良くない。9の状態でエリートに勝てるかって言ったらかなりきつい。 HP 回復する手段もないし、普段だったら1も2もなく絶対に、ゴールド獲得するんですが、あーちょっと待って、お店、雑魚、そしてエリート、救いがない、 HP 回復という救いが全くないので、ここでね突っ込むのは自殺行為ですね。ゴールド39、諦めるしかない。やだな、死にそうだな。お店行きたいけどこっちに道に行くと3連戦になっちゃうんだよね。
3連戦で勝てるほど強いですかって言われたら強くねえんだよな。ということは HP 回復する確率があるこの右側の道、涙を飲んでいくしかないか。お店というすごくいい機会を一回見逃すことになっちゃうけど。あ、お店来た、ラッキー。これこれこれ、全商品 50% 割引、これを最初に取っておけばさ、その後のお店全部ボーナスステージになるんだから、取らない理由が全くない。よし、 OK、 取ったよ。であとはカード塾サービスを使うか、それとも毒の卵、スキルを獲得するためにそれをアップグレード、あるいはバジュラ、戦闘開始時筋力プラス1。でこれもね、手に入れるスキルが全部アップグレードされた状態になるからめちゃくちゃイエスなんですよね。だから当然これ取ります。早い段階で取っておいた方がいいんだから。あとは余ったお金で氷河か、これいいね。あ、でも両方買えるのか。じゃあ両方買うか。ヒートシンク、パワーをプレイするたびカードを1枚引く、悪くない。とりあえずカード塾サービスで疑念、この邪魔なカードを消しちゃって、啓発、戦闘終了まであなたの全ての手札のコストは1になる。え、ゼロのやつも1になるってこと。でも逆に言うと高いカード切断とかも1になるってことだよね、これ。こう、え、これもしかして跳ねるか。自暴自棄も切断も1になる。じゃあこっからさ、高コストのカードばっかり取っていけばさ、えらいことになるってことじゃないの。いや、それはちょっと思い切りすぎか。いや、でも切断が1だぜ。切断が1。こっから切断ばっかり取ってったらさ、あ、でもそうか、啓発を絶対最初に手に入るとは限らないんだよな。この啓発を抜くまではかなり戦いづらいものになるから。一回この啓発は見送ってフロストにしよう。ここでブロックを手に入れて立ち去る。で、続行。これでいこう。一回涙を飲んでね。で、今死にそうなので、まず生き延びることがさ、まず大事なの。生きてこそだからさ。生きないと。生きねば。なので、まずは、3ダメージを与えて弱体1を与える。バフです。あ、デバフですね。で、これで柔らかくなった敵に拳を叩き込んでいこうじゃない。オッケーオッケーオッケー。よく通るよ、拳がさ。で、3つもエナジーを手に入れてるわけですよ、ふわふわを。お、分裂した。するがいい分裂。で、こっからがやばいんですよね。こいつら、何気に20合計ダメージ与えてくるので、かなりやばい状態。なので、まずは雷を押し出して、いや、これは複製ポーションだな。いや、複製ポーションはエリートに取っておいた方がいいか。この後エリートだっけ、雑魚だっけ。雑魚。このアシッドスライムを残り HP 2分の1にしたら分裂するんだっけ。確か分裂したと思う。分裂させるか。雷を1個生成して、後ろのやつだね。攻撃力が12。こいつを何回かぶん殴ったら、合計20でしょ。死ぬじゃない。これは複製ポーション使った方が良かったのか、やっぱり。あ、ダメだ。フルストでギリギリ、フロストでギリギリなんとかなるけど、ほぼ死にかけじゃん。ただ正面に18のエナジーが来てるから、まず切断を使って1匹倒せるね。32ポイントダメージだから綺麗に一発で倒せる。で、もう残ってるのは1匹しかいないから、リアルキャスト使ったら勝てますね。 OK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 、勝てるけど残り HP2?残り HP2? 加速がエナジー3よるけど、空虚を1枚捨て札に加える。これ空虚かな。いや、でもハイリスクハイリターンだよな。戦闘のオーブを解放する。その解放したオーブを生成する。再起、そして7ダメージを与えて生成してるオーブ1種につき1枚のカードを引くか。今アタックがバランス的に低いから、アタックを取っていきたいところですが、いや、ここはね、加速ですね。加速を取って進みましょう。で、この雑魚的2連戦を超えられるかどうかなんですよね。戦闘丸くなる。そして後ろの強心者は最初のターンはビルドアップしてるから何もしてこない。で、まず切断でね、虫は一発で倒すことができるんですけど、じゃあ、うん、倒すしかないな。で、エナジーが3だからこれ全部使いますね。1回、2回、そして無駄な防御の3回を使って、
でまあこれでね1対1の戦いに持ち込んだと。ただこっからねこの筋肉だるまがさ徐々にビルドアップしていって豚を脅かすわけですよ。なんとかしたい。10ブロックを得てフロスト2を生成する。これでこのターンはダメージを受けないね。まずはねビームセルで相手を柔らかくして6でしょ。4ブロックか。防御使ったらいいからわざわざ氷河を使う意味ないな。ライトニングを1生成して8ポイントダメージを与える。でストライクで1ダメージを与えて防御。これでこのターンはノーダメージ。一旦一旦めちゃくちゃ真剣にやらなくちゃ死ぬからね。でそろそろ強いカードが来ると思うから防御2回やったらこのターンは完全に防ぎ切ることができるんだな。いやこれデュアル自暴自棄だな。自暴自棄を使ってでストライクをすれば残り HP1 になるのであとは雷が勝手に落ちて終了。 OK。 一発でもダメージを食らってはいけない。あービームセルか。3ダメージを与えて弱体1を与える。これ結構いいんだよな。弱体って重ねがけが効くからさやっぱどんどん弱体させて柔らかくしたところに拳を叩き込みたいのでこれはビームセルかな。でこいつもうある意味ボスよりも怖い。こいつキノコビーストは倒した瞬間に豚を柔らかくしてくるのでできれば後に下げたい。で切断だと32ポイントダメージ当てるので後ろのやつ一発で倒せんな。 OK 切断が強い。今のところ切断がめちゃくちゃ役に立ってる。でまずビームセルで敵を柔らかくしてストライクでダメージを与えてで最後に防御を使ってこらえることによって敵の攻撃を1にすることができるから残り HP1 でギリギリ死にかけ。こんなギリギリの戦いあるけ。でビームセルでまた柔らかくしてでカンパでよし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 よっしゃよっしゃよっしゃ。これよこのヒリヒリする感じ。これぞまさにねこれぞまさにスレイザースパイアの醍醐味よ。ブロック値が0の時15ブロックやる。絶対これだね。超高性能防御でここでようやく一息つけるってわけ。残り HP が21。まあでも死にかけですね。21で1名のボス倒せますかって。倒せるんですよ豚は。なぜなら豚はプロのスレイザースパイアなんだから。自暴自棄を使っていきたいところではあるが、まず最初にビームセルで柔らかくしてでフロストを、いや先に自暴自棄な。どっちが先かな。自暴自棄を出してでフロストで3つエナジーを得ていく。 OKOK。 でこれでさダークを積もり積もったダークを相手にぶつけようよ。で2、6、12ポイントダメージ与えていくのがかなりきつくあるんだよね。なのでここはどうしようかな。できればフロストを解放して防御に使いたいがそこまで間に合わない。この防御ブロックを使ったら残り HP がじゃなかった2減るだけ7減るだけか。どうしよう。ザップデュアルキャスト防御かな。ここはザップで雷を出して1個押し出す。あでも混沌の方がいいか。何が出るかわからないけど雷よりマシでしょ。あなるほどダークが来ましたね。ここでデュアルキャスト使ったらダーク2回攻撃だから合計24ポイントダメージを与えることができてかなりでかい。そしてあとはガードしてフロストのガードも積もり重なって5ポイントしか食らわない。まあ逆に言うと5ポイント食らうので結構危険ではあると。でこのターンはダリンなので勝手に防御してくれる。切断か。複製ポーションで切断2回使うか。まずビームセルで弱体位置を与えて柔らかくするでしょ。でここしか使うときないと思う。むしろ複製ポーションを飲んで切断を2回連続でゴンゴン。 OKOKOK。 残り HP83 で加速を使う意味は一切ないのでこのターンはターンエンド。敵のシャバい攻撃は耐えることができる。爆発ポーションもあるな。やけどやけどが来た。このやけどが効いてくるんだよ。残り HP16 の状態だととりあえず自動防御盾で相手の10ポイント攻撃は無視することができるね。氷河を使っても無視することができる。どっちの方がいいかな。多分氷河の方がいいか。フロストができるもんね。フロストで10ポイントは完全に防ぐことができるから氷河を使ってであと混沌を使うとダークが解放するから18ポイント相手にダメージを与えることができるんですが
もうちょっと待った方が良さそう。ここはストライクでこのダークを育てましょう。今ダークを解放すると24ポイントのダメージを敵に与えることができるね。よしよしよし、ちゃんと考えてやってる感じがする。いつものさ、いつも勢いだけじゃなくってちゃんと考えてやってるね。で弱体3を与えて、よし柔らかくなってる。でこれで寒波でフロストを1作成するとダークを押し出されて一気に大ダメージを与えることができる。残り HP41 で、6ポイントダメージはこれ全部フロストが勝手に防いでくれるんですけども、だから使う意味はないんですが、とりあえず防御も使っといてターンエンド OK。 16のガードを崩すことができますかって。で敵の HP は残り31だね。そう、41に見えるでしょうけども、豚はこの爆発ポーションを懐に隠し持ってるから、実質あと31ポイントダメージ与えれば勝ち。豚のデュアルキャストを使う場面ではないな。次は敵が攻撃をしてくるわけではないので、とりあえず自暴自棄と、雑砲を使ってエナジーを前に出しておきましょう。でターン終了です。残り HP24、 実質14。おい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 、ガードはやめろよ。ガードはさ、でも14ポイントダメージ食らっても死にませんでございますからね、それは大丈夫。このターンは耐えの時だな。防御防御だ、防御防御で、あえて攻撃する意味ないよな、これ。どうせガード剥がせないんだからさ。でブロックが10あるから4ポイントしか食らわない。 OK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 。 まあやけども食らってるけど、やけどでチクチク来てるね。で自動防御盾も来た。自暴自棄が来たので、どうしよう、ビームスルーでまず柔らかくする、これは大事。そして自暴自棄を使って1個押し出すので、デュアルキャストを使うで勝利、合ってる。まずは自暴自棄を使うと、あちょっと考えすぎましたが、勝てましたね。いやーギリギリ楽しいですね。やっぱりレインボー、ライトニング1、フロスト1、ダーク1を生成する。これそんな強くなくない？エナジー2つも使うしさ、エナジー2つで3つ弾が生まれるのはすごいかもしれないけど、それぞれが欲しいとは限らない。あでも今持ってるやつ全部押し出されるっていう効果はあるのか。しかもこれ廃棄とかじゃなくて何回も使えるもんね。忍者変更、集中力 4L がターン開始時集中力1失う。これは確かアーティファクトで防ぐことができるんですよね。バッファー、次に HP を失うとそれを無効化する。これ忍者変更ですね。集中力4を得るとオーブの能力が上がるんですけれども、この集中力を1失う、これコメント欄で教えてもらったんですが、この集中力を1失うっていうなんか最悪最低のゴミカスの、マイナス効果あるじゃないですか。これね、アーティファクトで防ぐことができるんですって。じゃあ狙っていこうじゃない、それを積極的に。ターン開始時エナジーを得るけど、1ターンの間6枚までしかカードを使えなくなる。これちょっときつい。結構ね、後半になってくるとめちゃくちゃカードを使うので6枚制約はきついね。ターン開始時エナジーを得るが、敵の行動予定が分からなくなる。これもきついですね。敵の行動予定が分からなかったら、今防御するべき時なのかどうかっていうのが全然分かんないですから、ちょっと終わってる。このブラックスターエリートが追加でリリックを1つドロップするようになる。これかな、エナジーがそのままっていうのはちょっと辛いですけど、やっぱりエリート狩りに勤しみたいからね。エリート狩りに勤しもうよって。まずお金が146と微妙なところなので、1回目のお店はスルーしてハテナハテナで、でその先のお店に行こうかな。うん、これで行こう。まずは右側の位置、 HP 最大 HP 68で低いんだよな。ほらアーティファクト持ってる豚が喉から手が出る方針、アーティファクト敵は最初から持ってますね。で切断でいきなりかましたいところなんですけれども、自暴自棄か、自暴自棄の方がいいような気もする。自暴自棄で真ん中にダーク作って、後ろに雷を作って、これターンエンドしよう。で多分ね、このダーク押し出ししてしまいさえすれば簡単に勝てる。うわ45に増えた、固めすぎじゃろ。でアーティファクトがあるからこのビームセルも効かないんだよね。まあ使うけど、えい、ほら効かない。で自動防御盾をしてブロック値を15ブロックにすることによってこのターンダメージゼロで、あとは混沌を使ってランダムなオーブを1つ生成。何が来る？あ、ライトニングか。でこのダークは虎の子に置いておきたいから、ここで寒波を使うとダークが押し出されてなくなっちゃうので、このターンは寒波を使わずに防御を使ってターンエンドかな。
防御がね、永遠にこう28のブロックが居座り続けるんですね、こいつの能力で。バリケードっていう能力だね。で、攻撃力はどんどん加速していて、前22ですよ。やばいな、これ。持っている弾は4枚あるのか。だから1枚諦めるしかないんですが、とりあえずデュアルキャストを使って 18×2 の大ダメージ与えようと思ったんですけど、これ認知変更で集中力を4を得たら18ダメージになってるから、これ2回使ったら36ダメージでほぼ瀕死にすることができますね。瀕死にすることができるが殺すことはできないので、こういう時はどうするかっていうと、使っちゃうこういうのをさ、ほい、さようなら。こういうの躊躇なく使うのが上級スレイザースパイヤー。融合プラズマ1を生成する。プラズマ1ってめっちゃ強いんですよね。ループターン開始、戦闘のオーブの自動効果を2回使用する。これも強いんだよな。どっちにしよっかな。これって融合使ったらその後も実質エナジープラス1みたいなもんだからな。めちゃくちゃ強いんですよね。めちゃくちゃ強いんですよね。いや、どっちもめっちゃ強い。いや、でもこれはこっちか、融合か。融合を取ってエナジーを増やしていこう。今はね、今はそれでいい。一回これ使えばさ、よし、融合きた。これでエナジーを増やして、そうそう、これこのプラズマが出てるとエナジーが1増えるから、毎ターン開始時で自動防御盾で盾を増やして、15も盾あったら敵の攻撃完全に防ぐことができるから、あとは混沌で未来にかけてターン終了プラスとか。で、次のターンからエナジー4ですよ、このロボット。やってくれますせ。来ました、来ました、ビームセル。これで敵を柔らかくして、でさらにビームセルで柔らかくして、でさらに認知変更で集中力を上げて、でカンパを使って、いや、デュアルキャストだ、デュアルキャストで雷を2回与える。認知変更で集中力が上がっているからかなり強い。フロストも作ってターン終了。次のターンもエナジー4保証されてる。で、ここから敵の呪詛のバフに、デバフによって豚は暴力以外の行動を行使するたびにめまいを増やすことになるんですけれども、切断が来てるのでもう勝てるかな。勝てねえか、どうだ、無理か、無理だな。でも切断を使います。あ、勝てるわ、やっぱ切断強えな。 OK で、今豚が足りてないのはこれ遺伝的アルゴリズム超強いんですよね。1ブロックやるんですけど、使えば使うほど三増化していくので、1回しか使えない廃棄の防御なんですけれども、まあかなり強い防御になるということですね。ただ1回しか使えないんだよな。この10ブロックで次のターンエナジーを得るも強いんですが、ここは遺伝的アルゴリズムをさっさと手に入れて育てていきましょう。で、正味今はエリート狩りをしていきたいのね。エリートを倒すとレリックが2倍手に入るから、なるべくエリートとの戦闘機会を増やしていきたい。エリート以外との戦闘は避けたい。これは今お店に行ったら次のお店がでもないから、ここでお店に行っとこう。で、今はこれ、この簡易カードのおかげで安売りばっかりですから、イエスのアイテムを手にまくとこう。パワープレイ時、このターンの間手札のランダムカード、このターンの間手札のランダムなカード1枚コスト0になる。これ超強いですね。ただハッピーフラワーが超強いので、いやー、ミイラの手も強いんだよな。どうしよっかな、ミイラの手だよな。これ両方欲しいんですけどね。ほら、ちょっと足りないんですよ。カード除去サービス、なんか除去したいサービスカードあったかな。とりあえず全部シナジーは、ま、微妙にバラバラですけど、そんなに足を引っ張り合ってない。パワーカード結構あったよね、豚の敵の中に。今パワーカード何枚ある？認知変更でしょ、認知変更でしょ、認知変更以外はないね。でもこっからパワーカードが増えていくんだから、多分増えていくんだから。いやー、でもハッピーフラワー強いな。3ターンごとにエナジー獲得だぜ。発見、3枚のランダムなカードから1枚選んで手札に加える。このターンそのコストは0。普通に強いよな。山札からスキルを1枚選び手札に加える。これも強いよな。好きなスキルが手に入るんだよね、これが出た時に。豚が持ってるスキルって全部アップグレードされてるから、
例えば融合とかを選んだらプラズマ絶対1作れるわけじゃない。強いよな。しかも廃棄でもないんだよなこれ。好きな、いやでもそうか、山札から結局なくなるからそんなにお得でもないのか。使えるタイミングが早くなるだけでそんなにお得でもないと。でもこれ便利だよな。ハッピーフラワーとシークレットテクニックでは、もう本当にミイラの手は欲しいんですけど、喉から手が出るほど、喉からミイラの手が出るほど欲しいんですが、あーここはハッピーフラワーとシークレットテクニックにかけよう。ミイラの手も欲しい、めちゃくちゃ欲しいけど、パワーカードが今1枚しかないからとりあえず当面いらないんだよね。でこういってエリート1戦って、でこういってエリート2戦って、こういってエリート3戦うと合計6レリック手に入れることができるから大幅なパワーアップが見込めるね。 OK、 それでいこう。デッキからカードを1枚削除か、全てのストライクと防御をアップグレード。これはね、防御が4枚、ストライクが2枚で合計6枚あるので、これ全部アップグレードされるのはちょっとかなりイエスなので、合計イエス ×6 の選択肢を選んで、すごい豚のデッキなこのアップグレード率超高い、これかなりいいよ。あとはバフとデバスに気をつけていけば大丈夫でしょう。でこっち右側に行ったら回復ができるんですけれども、そっちの方がいいのか。こっちの道に行ったらエリート1でしょ。こっちの道に行ってもエリート1で、結局戦えるエリートの総数は変わらないので、じゃあ右だな。お、宝箱じゃない。そしてこれ2つあるんだよね、小さな宝箱。ハテナ部屋4部屋ごとに財宝部屋が出現する、これイエスだね。ハテナ部屋に行きまくりたくなる。でここでサファイアの鍵をようやく手に入れて3色の鍵が揃うってわけで、ここで就寝をしようにも HP が最大までなってるので、家事をして、これ本当にしたらどうなの、ランダムなオーブを2つ生成するか、それってイエスなのかな、どうなんだろう。ビームすれば弱体2になるのか。インチ変更は集中力 5L、 集中力5、多分認知変更が1万上げるの良さそうだね。他はデュアルキャストが戦闘のオーブを2回解放するときにエナジーが0になるだけど、認知変更の方が長い目で見たら良さそう。相当長期戦にでもならない限りかなり得なので、認知変更よし。エリートの HP が下がっている。でシークレットテクニックで好きな山札から好きなスキルを取ることもできるんですよね。これかなりイエスなんですけど、なんかスキル出したいのありますかって言われたら、まあ加速を出したい、加速とか、加速出したら全部使えるんだよなこれ。使うか、使うか。とりあえずビームセルで一番弱いやつをちょっと柔らかくして、で自暴自棄で、使おう加速。いや氷河の方がいいか、いや加速でいいか。加速を使ってエナジー6にして、でこれでかなり大暴れができますね。自暴自棄で全員に大ダメージを与えた後で混沌を使ってエナジーを1作成、さらに防御をしてターン終了。で敵の攻撃がかなり来ると思うんですけど、かなり来ますね。どうしよう、あしかも脱力食らっちゃった、負傷も食らっちゃった、大ダメージも食らっちゃった、どうしよう。でも認知変更が来てるし、まずはビームセルでドイツ化を柔らかくして、ドイツでもいいんですけど、一番後ろのやつ柔らかくして、あとはザップで1個雷を押し出すけど、その前に認知変更を使った方がいいな。認知変更を使って集中力めっちゃ上がってる状態で、この状態でザップを押し出すと13ポイントダメージ与えるんですけど、一番来てほしくないところにダメージ与えちゃった。防御にするか遺伝的アルゴリズムにするかですが、ここはアルゴリズム使って未来にかけよう、防御力を上げておこう。でまた脱力ついた、脱力やだな。しかも高速ついたから一旦の間アタックをプレイできない、アタックプレイできない時に来ましたね切断が。くっそどうしよう。あ一応でも氷河を使うことができるから1個押し出して倒せるね。倒した。でもうブロック37なんで、さらに49までになった。今更ガード硬くなっても遅いんだけどね、 HP 半分ぐらいなくなっちゃったから。
集中力は徐々に低下していくが、もう雑魚しか残ってないので倒すことはできるでしょう。デュアルキャストを使って前の雷を押し出して、あとはストライクでターン終了。だいぶ HP 減ったな。スベスベ石、臨床性1を得る。戦闘フローズ一度だけ最大 HP50 で、お、やった。トカゲの尻尾はめちゃくちゃいいんじゃないのこれ。あとこっからね、強い攻撃を取っていくのか、ゼロエナジーの攻撃を取っていくのが難しいところなんですが、今回はバフデバフに注目すると言っちゃった手前、これは目つぶしを取って敵の攻撃力を削いでいこうじゃない。こういやらしい蛇みたいな戦い方をしたいから豚、今回は燃焼性 1L でビームセルで相手を弱体化させて、でそこに拳を叩き込んでいきたいね。よし OK。 あとはこれなんだ、煙玉。ああ戦闘から逃げるやつか。じゃあ特にこの戦闘から逃げるメリットはないので戦いましょう。いやあるかもな、逃げるメリット。こいつら戦うのってそんなにいいですか。とりあえず切断来たけど倒せそうにないし、あでも自動防御盾でこのターンはほとんどしのげるね。どうしようかな、戦うべきかこのまま。HP 失わないのであれば戦ってもいいし、あまあ失わそうだしいいか。加速を使ってエナジーをめちゃくちゃにしとくと、後ろのやつが鬱陶しいんだよ確か。 HP 回復してくるから、切断で、あとは自暴自棄を使って敵全体14ポイントダメージあって、デュアルキャストを使って雷落ちで、よしよし後ろのやつ倒せた。で2ポイントしかダメージ食らわないから全然そんな大したことない。じゃあ倒すメリットの方が高いな。21ポイントのダメージでもこのターンはダリンが効いてるからほとんどダメージを食らわない。で認知変更で、集中力5を得て、集中力5を得てるのでこのダークのダメージがめちゃくちゃ上がる。あとはシークレットテクニックで好きなスキルを取ってくることができるから、遺伝的アルゴリズムでも取るか。シークレットテクニックで遺伝的アルゴリズムを取って、よっ3ブロックで、あとはストライクで殴ってもいいし、混沌でオーブを生成してもいいし、どっちがいいかな。混沌か。よしよしよし、次のターンからエナジープラス1だ、プラズマが出たから。で21ポイントダメージは今のところノーダメージだから豚よくやってるよ。トータルダメージ2だよこのダメ、あのこの戦闘で食らったので、目つぶしで脱力を当てて攻撃力を下げる。よしよしよし、ビームセルで柔らかくする。でさらにコンポで寒波でフロストを出して、あとは防御しとけばいいからね。でプラズマも使えばさ、オッケー、ダークで押し出されて大ダメージ与えることができるし、次のターンはエナジー5を使える、ノーダメージ、オッケー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 、いいよいいよ。ダメージ食らうと思った瞬間この煙玉で逃げればいいんだから、チキっていこうチキっていこう。で自暴自棄を使って、自暴自棄を使ってもう死にますねこいつ、ほぼ終わりだね。強い強い強い、エナジーがまず強い。まあ手に入るアイテムは全然大したことないですが、大したことなかったな。でも均衡強いね。16ブロックを得てこのターンのあなたの手札を保留する、これいいね。真ん中を当然行ってエリートを討伐していく。ちょっと危険な賭けですが勝てるでしょう。スマイルマスク、商人のカード作成サービスの費用が50ゴールドに固定される。これ会員カードとちょっと喧嘩してないかい。あと質問カード、報酬のカード選択画面で1枚選択肢が増える。どっちもしょぼいな。まあでもカード10個これからしまくるかもしれないし、 6×2 で12ポイントダメージか。脱力2を与えるから、よし8ポイントダメージなのでこの遺伝的アルゴリズムで完全に防ぐことができるね。 OK。 であとは均衡でこのターンあなたの手札を保留することができるってあるけど、保留すべきか。シークレットテクニックを使う、対使いたいスキルあるかな。シークレットテクニックを使ってこっちに持ってきたいスキルはボザイマ仙太郎、強いて言うならプラズマかな。均衡を使っておくか。均衡を使っておくと、均衡を使わなくてもどうせノーダメージだけど使っておいて、シークレットテクニックを手札に残しておこう。
で、ノーダメージ、結局ノーダメージだったらいいんだから。こいつエリートだったよね。資産12ポイントダメージか。12ポイントだったら、寒波でフロストを与えた後シークレットテクニックで防御したらなんとかなるね。本当は自暴自棄を使いたい、攻撃をしたいが、12ポイントはちょっときつい。だからシークレットテクニックで氷河を使って OKOKOK。これで完全に敵の攻撃を防御できる上に1個使えるから、自暴自棄はただし使えない。じゃあライトニング1生成するのか、カンパで6ダメージ与えるのか、どっちがいいか。ライトニングだな。これでターン終了。フロストが2つなので、バイターンそこそこの防御は働いてくれる。21か、切断が来たね。まずビームセルで弱体を与える。21か。あ、でもそうか、ダリンがあるから心配しなくて大丈夫なんだ。このターンは安心、安心安全じゃない。混沌を使おうかな。じゃあ混沌使ってランダムなオーブを生成するか、9ポイントダメージ与えるか。ダークとかエナジーが来るかもしれないから、ここは運にかける。あ、フロストか。じゃあ意味ねえや。ターン終了。これでノーダメージではある。まだノーダメージで、敵の HP も50だから、もう3分の1まで減ってる、ノーダメージの状態で。だから豚はかなりうまくやっているが、6死24ポイントダメージはかなりきつい。自動防御盾を使うと 16ブロックを得ることができるの、これはでかいね。自動防御盾で、さらに認知変更を使って集中力5を得るから、ターン開始時7ブロックかける2で14ブロック、30ブロックになるから敵の攻撃完全に防ぐことができますね。 OK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 。 ほら30ブロック来いよ、ヘナチョコパンチ。あれ止まりましたか、ハエがさ。で、あとは6530か、ちょっと相変わらずですね。18だから、まあ10ポイントは食らっちゃうのか。こういう場合カンパを使って押し出すか。このターンで勝てるかも。加速を使って、でデュアルキャストを使って雷2回落として、よし倒した、よし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 。やっぱり頭使いや勝てるんだ。ランタとモンバンクゲット。モンバンクはいらないね。これ一歩進むことに12ゴールドを得ることができるんですけど、そうしなくても豚、あの全商品半額ですからね。お金持ちなんですよ、もともと。スチームバルヤ8ブロック得て、この戦闘中このカードのブロック値が1低下。リサイクル、カードを1枚廃棄してそのコストに等しいエナジーを得る。これ毎ターン来るんだよね。じゃあ使えば使うほどどんどんデッキがブラッシュアップ化されていくっていうことで、入れるか。リサイクルで焚き火で HP 回復して、もう一回エリートおかわりしようかな。そう、油断は禁物、いつ死ぬかわからないんだから。結構防御に特化したデッキではあるけれども、守りに守ってさ、ここまで上り詰めてきたわけじゃない豚。おお、ミスじゃない、イエスじゃない。思わぬあれですね。全ての商品は半額だし、カード自己サービスは50に固定だし、そしてイエスなアイテムだっていっぱいある。祈りのルーレット、通常の敵が追加でカードをドロップするようになる。いらね。獲得時あなたのデッキカードを1枚複製する。ほう、好きなカードを1枚増やせますよってことか。認知変更増やそうかな。認知変更1枚、でも認知変更ばっかり来たとしても結構きつくはある。遺伝的アルゴリズム増やすか。これ増やしたらさ、この積み上げた10ブロックも複製されんのかな。バックパック、戦闘開始時カードを2枚追加で引く。バックパックは絶対買いだね。買いです。でちょっと待って、この後にお店あったっけ。ないよね。じゃあここで使っといた方がいいよね。お金どうせすぐ貯まるし、お金。あとモーバンクの能力もうなくなっちゃったね、すぐお店が来ちゃったから。どうしよう。複製するか、複製するほどのものか。あとカード自己サービス大丈夫か。いらないカードないか。今の豚のデッキの方向性ってシナジー合ってます。何でダメージを与えて何で防ぐ。結構ね、防御に特化してると思うんですよね。ザップとかね、いらないと思うんですよ。ザップ雷増えても嬉しくないし、どっちかというと防御が増えてほしい感じではある。何でダメージ与えてるかっていうと、何で与えてんだろう、わからん。デッキの方向性が迷子だ。バックパックは絶対いる、さっき買っとこう。
いやー、ドリーの鏡はいらんと思うな。どうせお店なんて後でもあるんだからお金貯めといた方がよくない？集中砲火、生成してるオーブ1つにつき4ダメージ与える。大体オーブは3つぐらいいるから、これ強めのアタックですよ。要するに資産12で32ポイントダメージ与えられるようなもんじゃない。闇の足かせ、ターン終了時まで敵が筋力15を失う廃棄。これいいね、デバフって感じで。今回はこういう方向性でいこうって決めたんだから。で、豚の今のデッキで何が余っていて何がいらないか。カンパ、ビームセル。ビームセルは弱体位置与えることができるしな。いや、結構頑張ってると思うよ。ちょっと攻撃が少、だいぶ攻撃が少ないかなっていう感じですけど、これでいこうか、一回。ちょっとね、わからない、正解が。シンプルに。ごめん。で、ここでさ、60HP あるから、もう。エリートを倒してさらにレリックをおかわりしていこうよ。まだ全然足りない。豚は強欲なんだからさ。おっ、さらにフラワーの効果によってエナジーが5になってる。まあ、じゃあまず集中力を使って、で、あとはビームセルを使って弱体を一番奥の大ボスに与えておく。あとは目つぶしを脱力よっとこいつに与えて、あとは防御を適当にして、どうしよう、デュアルキャストするべきではないよな、これ。雷は大事だから。じゃあ、このターンは、金庫を使って、ターンエンドかな。よし、勝手に雷落ちて死んだ。天罰できめんじゃん。で、奥のグレムリンリーダー、弱体やってて柔らかくなってるから、グレムリンリーダーを今のところで、オラオラブタブタパンチを決めていきたいところでもあるね。次のターン攻撃するわけじゃないのか。氷河だ、11ブロック得て、あとはカンパとデュアルキャストか。とりあえず防御が2枚もいらないから、リサイクルを使ってエナジー1得ようかな。どれか廃棄するんだよね。防御を廃棄して、エナジー1得て4になってる。4になってるので4枚カード使えるから、氷河以外の全てのカード使えるね。まずはランダムなオーブ生成でエナジーを、プラズマを得て、次のターンからもエナジー長者ですね。で、奥の弱体化してるマヌケを殴りまくっておきたい。で、あとは防御をして意味のない防御、ターン終了。で、3ターン目にはダリンが、船長のダリンが働いてくれるから、別に心配しなくても大丈夫。次のターンは結構働いてくれるよ。18ブロック、え、33、こいつやばいな。一応切断を使えばこいつ倒せるんですけど、切断使うのもったいないな。でも切断しかないよな。シークレットテクニックでなんか持ってくるスキルあるかな。スキルスキルスキル、ザップ？いや、ダメだ。攻撃カードが、こいつとどめさせる攻撃カードが切断しかねえわ。奥のやつを殴りたいのに。33はちょっといくらなんでもことすぎる。で、奥のやつを殴って、で、あとは防御つけて、どうしようかな。シークレットテクニック使おうかな。エナジー3余ってるもんね。このターンに使っといた方が絶対いいって。ってなると、この融合でプラズマ1生成する、これだな。融合来いで、融合を使って1生成しといて、あとは防御でこのターンをお茶を濁してターン終了。プラズマの量がすごいな。でもそんなにエナジーを使う行動があるわけでもなく、でもこいつらエリートだからやっぱり倒しておきたいよね。倒してレリック2つ持っておきたい。集中力はどんどん低下していく。敵がすごい攻撃を示してますが、自動防御盾とか遺伝アルゴリズムが来てるので全然問題なし。闇の足かせも来てますね。闇の足かせも来てるね。じゃあ自動防御盾使って16ブロックでしょ。で、自暴自棄を使って全員に大ダメージを与えて、で、さらに闇の足かせを使って、これでも廃棄か。攻撃力ゼロにしてこんなに防御する意味なかったな。まあでもこうしてる間にも後ろのダークが、いや、ダメだ。ダークの、ダークが誰に攻撃を定めるかっていうと、その場で一番 HP 低いやつに攻撃定めるか、一番後ろのやつに行ってくれない。なので、ダークで何とかしようというのはちょっとできない考え。自暴自棄が来ましたね。自暴自棄でまた全員に攻撃を与えていって、要するに、こいつだけ残ればいいんだ。他のやつ全員倒せば問題ないわけだから、混沌融合を使って、ザップか。いや、待て、こいつさえいなかったらな。ダークが全部こいつに、こっちに向くんだけどね。奥のグレムリンリーダーにダークが行ってくれたらいいんですが、
エナジーが2つしか使えないので、あ、エナジーが3つになった。じゃあ出しまくって殴れるだけ殴っておくか。よしよし、残り HP37、 HP は60で全然減ってない。よしよし、いきり立ってるぞ。仲間さえ呼ばなかったら全然なんとかなるんだから。集中力はどんどん低下してるけど、まず氷河で11ブロック得てフロス2生成する。あ、まずビームセルで弱体を与えておいて、このデュアルキャストをライトニングに使いたいのね。だから位置をずらして一番前にさせたところでデュアルキャストを使う。 OKOKOK 使ったけど死なないと。残り HP18 あると。またしぶといな。でも18だから次イエスな攻撃が来たら勝てるんじゃないのってところなんですが、来ましたね、イエスな攻撃。 OK。 火力が低いんですよこのロボット、今更ですけど。このデッキだと休憩時に追加で HP15 回復、イエス。戦闘時最初の HP 喪失を無効化、イエス。かなりイエスだな。あとは攻撃が欲しい、あ、跳躍も欲しい。防御か、20ダメージを与える。このカードをプレイするたびその戦闘中そのコストが1減る。これですね、ちょっと最初辛いけど2周目から楽なアタックになる。怪我をまとった年寄りの物乞いが通りすがりに手を伸ばして小銭をもらえんだろうか。要するに75を払ったらデッキから1枚いらねえカードを消してくれるっていうところなんですけど、いらねえカードあるか？ザップかな？やっぱりこれいらないよね、ライトニング1生成するってやつ。ちょっと雑魚すぎるんですよね、他の能力に比べて。物乞いが身にまとったマトを脱ぎ捨てた。カルマ接触者。こいつなんかやたら出てくるな。好きになってきたよ、こいつ。めちゃくちゃいいやつなんですよね。お金を払ったらすごくイエスなことをしてくれるっていう。で、ここで HP を回復するっていうのも手なんですけれども、そんなもったいないことせずに火事しましょう、火事。ランダムなオーブを2つ生成するか。フロストだと、カンパだと攻撃力を上げるだけ、デュアルキャストだとエナジーをゼロにするから、デュアルキャストかな。ここはビームセルが弱体になるから、やっぱビームセルかな。これこれ、弱体にでさ、弱体にを有効活用していこうよ。こいつアーティファクト3あるから弱体させまくらなくちゃいけないんだ。とりあえずビームセルで弱体させよう。これは認知変更を最初のターンで使うべきか、次のターンで使うべきか、結構難しいところですね。集中力5を得てターン開始で集中力1失う。でも5ターンはさ、プラスなわけじゃない。で、5ターン以内にこいつ倒せると思うのよね、多分。どうなんでしょうか、今使うべきじゃないのかな。雷1つしかないしね。難しいですね。リサイクルも使うべきなのか分からないし、シークレットテクニックで最初に来たら嬉しいスキル、あー、ないな。最初に来て嬉しいスキルはない。ただしこれ均衡を使うことに、じゃあ次のターンまで伸ばすことができるんだよね、このカード群を。攻撃がほとんど来てないからな。とりあえずビームセルで弱体化されて効率化で殴って、次のターンも弱体が、あ、そうか、アーティファクトか。ここで、均衡を使うか融合を使うか、難しいところですが、ここは均衡を使ってターンエンドです。正直、長期戦になるから、この認知変更っていうのが、多分この戦闘では刺さらないね。なので、認知変更はリサイクルを使って消しましょうか。雷でめちゃくちゃダメージ与えるタイプでもないので、認知変更は、マイナスに働く可能性が高い。リサイクルを使って認知変更を消します。で、攻撃が14ポイントしかしてこないので、このターンは防御そんなにしなくても大丈夫か。自動防御盾だけで大丈夫そうだね。で、プラズマを1生成して次のターンからエナジーを1増やす。あとはただ切断を使いたいんだよな。32もダメージ与えることができるさ、使いたくはあるが他の能力が魅力的すぎる。プラズマを1生成したい、しかし切断でもぶち込みたい。難しいところ。後々のためにプラズ1生成するか、それとも1匹倒しておくか。1匹倒しておこう。
これでこいつの HP かなり減ったので、多分次のターンか次の次のターンで倒せるでしょう。でこのターンは、あ、自暴自棄取られた。まあいいけどね、自暴自棄ぐらいくれてやるよ。コントン取られた、いいよね、コントンぐらいくれてやるよ。よしよし、エナジーが増えている。花の効果によってエナジーが増えている。で敵がシャバイ攻撃しかしてこないんですけれども、こっちも防御がほとんどない、防御しかほとんどないから大したことができないんですよね。攻撃が低すぎるんだよ、攻撃の選択肢がさなさすぎる。とりあえず氷河を使ってクロストを取っといて、あとは殴って、遺伝的アルゴリズムが14ブロックもあるから、ちょっとこのターンに使うのはもったいないのでターン終了ですね。ダリンの効果でそもそもダメージ食らわないんだから。こんだけ防御力があったら敵のハイパービームも耐えることができると思うので、こんだけ防御特化なのね、だからまあまあ大丈夫でしょう。目つぶしが脱力を与えることができるんですけど、アーティファクトが2割が意味ないんだよな。どうしよっかな、とりあえず前のやつに脱力与えておくか、それともダメージと見て後ろのやつを倒すか。デュアルキャストで雷落とそう。ダメだ、全然意味がない、全く刺さってないこっちの行動。真ん中の鎧のアーティファクトを剥がすのに全力を尽くすか。はい、全部剥がれた。であとは防御を2枚使って合計18、さらにフロストが積んで22なので、結構ガードはできるね。1回ブロックちょっと食らう、さらに8食らう。減ってきた減ってきた、徐々に HP が、攻撃が全然来てくれないから、ストライクがたまに来るぐらいなんですよね。でデュアルキャストが来ても雷がそもそもないから敵にダメージ与えることができないんですよ。でせっかく加速来てくれても、そんな加速を使うほどのものがないというか、防御防御2回防御してこのターン何もなしで終わるから。ガード固めすぎた、攻撃がなさすぎる。で真ん中筋力3してさ、どんどん防御もしてるし、51ハイパービーム来た。でこれ切断を使ったら大ダメージ与えることができるんですが、ビームセルもうほぼ死ぬじゃないこいつ。どうしようかな、多分ねビームセルをして切断をしたら 1.5 倍の攻撃力になるから、1648で死ぬんですよね。前のやつビームセルで45にしてこれ与えたら、ほら死にました、死にました。でついでに後ろのやつも自暴自棄で倒して、あ効率化でもいいか、あどっちでもいいや、自暴自棄で倒して遺伝アルゴリズムを使って、もうカード全部使うしかないね。一応ハイパービームはガードすることができるんですが、これコントン使ってフロスト1個押し出した方がいいな。効率化使っておきたいが、51をそのまま食らうのが嫌すぎるので、フロスト1個押し出して5ブロック得た方がいいな。いいの来い、ダークか、これでターン終了。21だから、まあ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 頑張ったでしょうというぐらい耐えた。でこっからピヨってるんですけれども、どうしようかな、もうやばいぞ。プラズマ1を生成して、均衡を使ってこのカードを次のターン据え置きにして、とりあえずカンパは今すべきではないと思うんだよな。押し出すことによって得るから難しいなこれ。とりあえず均衡を使ってこれ全部保留にするか、保留でターン終了。せっかく敵がピヨってるのに豚何もできない、攻撃がないから、攻撃なさすぎんだよ。で次36ポイントで結構な大ダメージ与えてくるんですけど、闇の足がすごかったらこれ完全に防ぐこともできるんですが、攻撃が全然来ないのね。攻撃のカードそもそも持ってないからさ、18ダメージでしょ、18ダメージだから防御とかカンパ使ったらほぼ防げるんですよね。氷河とかね、氷河使って、あダーク落ちた、だからこれでもうほぼほぼ全部防ぐことができるでしょ。なので、闇の足かせを使うには及びません。でプラズマを使って
ダーク押し出しでダメージを与えていこう。そうか、この今更だけどこのポンコツロボット寮の手に武器を持っていないんだな。丸腰で挑んでるんだ。じゃあいつまでたっても敵にダメージ与えることできないよね。攻撃がほとんどないからな。混沌でも呼ぶか。これ使って混沌均衡融合か。混沌を読んでなんかイエスのオーブを、いやープラズマか、微妙だな。ターン終了するしかない。でまた筋力を上げてるでしょ。攻撃力9になってる。で36ポイントのダメージで結構やばい状態になってるけど、とりあえず弱体を1与えて闇の足かせでこれ攻撃力0にしようか。闇の足かせを使って 1×2 でこれでもうフロストの攻撃だけで防ぐことができる。あとは切断でもうこのポンコツの中の数少ないダメージソースである切断を使ってチビチビ稼いでいくしかない。まだ HP 半分以上ある。ただ豚の HP だってそこそこある。まだやってくるぞこれ。何だ次、ブロックとバフか。あーまた非効率、効率化が来た。これかな、防御ばっか来るんだよな。もどかしいもどかしい。ちょっと防御に特化しすぎたか。ちょっとコメントなんでね、ちょっと攻撃に尖りすぎたから防御を鍛えたら安定化しますよっていうコメントもらったんですけれども、特化しすぎたね。何事もバランスが大事だよね。ビームセル弱体化を与えて、で寒波でフロストも生成して、57だろ。均衡で17ブロックを得て、これでどうだ。いやダメだな。いやー攻撃が少なすぎた。おおお、あそっか、トカゲの尻尾だ。トカゲの尻尾あった、忘れてた。すっげえ、トカゲの尻尾を使ってもまだなおこんなに敵の HP を削らないと勝てないっていう、このポンコツロボットのポンコツさよ。まあポンコツロボットというか豚の運用デッキがちょっと雑魚すぎたっていうところがあるんですけど、攻撃なさすぎですよね。切断きた、切断、切断の時に切断させないとさ。あ、デュアルキャスト使った方がいいや。これデュアルキャスト使って、でシークレットテクニックを使って、フロストに生成した方がいいかな。加速使ったら切断使えるんだ。じゃあ加速を使って、で防御防御でめちゃくちゃ防御を固めつつ切断を使って、残り HP が、よしよしよし、倒した倒した。弱体させるの忘れてた。効いたね弱体、やっぱりデバフですよ。で攻撃をさ増やしていこうよ。メテオストライク増やそう。24ダメージを与えてプラズマ3を生成する。いやどうかな。電気力学の方がいいか。ライトニングを全ての敵を攻撃するようになる。でもライトニングを増やす能力がほぼ持ってないんだよな。レインボーはちょっといらん。検索もいらん。やっぱメテオストライクか。ダメージ与えないと意味ないんだからさ。でなるべく攻撃によった、インサーター2ターンごとにオーブスロットを1つ得る。ターン開始時エナジーを得るけど、報酬のカード選択画面で選択できるカードが2枚減る。ターン開始時エナジーを得て敵が全て筋力プラス1を得る。これはね正直ダークが強いというか、ダークがダメージソースになってたので、ダーク押しでいった方がいいのかな。普通の攻撃じゃなくって押し出す戦い方をするんだったら、インサーターで手駒を増やした方がいいとも思うんですよね。ただ今敵じゃなかった、倒した後選べるカードの枚数が4枚になってるので、これを使っても2枚選べることができるから、実質ほとんどデメリットなしで、というかデメリットはあるけれども、そんな致命的なデメリットではなく、エナジーを4にすることができるんですよね。どうしよっかな。エナジー4の方が良さそうな気もするよな。とにかく防御が高すぎる。そんなに防御ばっかりしても仕方がないという、仕方がないじゃないという感じになってるんだよね。インサーターか、それとも壊れた王冠か。
インサーターかな。エナジーを増やしてくれるアイテムはあるんだよね。ハッピーフラワーとかさ、結構頑張ってくれてるからね。いやーでもやっぱりこれかな。こっち壊れた王冠、壊れた王冠があったらさ、このなんだっけ、メテオストライクも使いやすくなるじゃない。なので壊れた王冠を取りましょう。これでエナジープラス1ですね。はい、彼方にやってきて、最後のこの可愛いやつらが結構弱いボスなので、このポンコツロボットくん、硬いだけで全然拳を持たない、戦争が嫌いな優しいポンコツロボットくんでラスボスに挑めそうな気はするんですけれども、ちょっと攻撃力が、攻撃の手段がなさすぎるのが怖いところなので、このお店のところに行って攻撃カードとかを買いまくった方がいいのかなっていうところではありますね。あるいはカード除去サービスが50でめっちゃ安いから、50-50で2枚その防具によったカードを減らして、こう結果として攻撃のカードの順繰りでこうよく来るようにするとか、ビームセルとかちょっと弱いですからね、3ダメージってっていうこともできますね。防御のカード減らそうかな。いくらアップグレードされてるって言っても4枚はちょっと多すぎるからね。あと混沌のカード、これはちょっと微妙にいらない、正直正直そんなでもないというところですね。もう今はねエナジー、このふわふわ漂ってるさ、まるでふわふわ漂ってるエナジーで立ち回るのか、普通の都市空間で立ち回るのかみたいなところもちょっとあやふやなところがあるから、今の豚のダメージだとこれ切断ですからね、切断だけですから、ちょっとそのあたり明確にしていくためにも、このお店2つ通って、カード10個 ×2 をしてデッキの方向性を決めるのは重要だと思いますね。それでは結構長い時間喋ってしまったので、本日はここまでにします。レイクは超いいんだけどね。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタオでした。今回はね、ずっと混乱し、てか、ロボットって混乱しますよね、これ。皆さん混乱しませんかって。ちょっとこんなにガード固めなくてもよかった。あとこのなんかシークレットテクニックが浮いてる。では次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタオでした。おやすみなさい。バイバーイ。